こんにちは、カッパです。前回間違えて後藤島で来てしまったカッパですが、ふと横を見ると小倉行きが止まっているじゃないですか。そっちに乗り換えることにしました。そして小倉駅まで行こうと思っていたら、ひらめいたんですね。詳細は終わり頃になりますが、どうぞ最後までお楽しみください。
左側にカーブしていきます。次の西道署は明治22年から昭和31年まで西道署村がありました。かつて河原岳中腹で銅が採掘されており、銅鉱山の銅は東大寺大仏の建立や宇佐八幡宮の神橋にも用いられ、鉱山の跡地は現在史跡となっています。Thank you.
ケベトンネルを通過中です。河原街道国道322号線にある峠の下を通っています。全長 1.4 キロ、工期20年、明治30年に着工され、副仙断面鉄道としては日本最長でありましたが、落盤事故などで犠牲者を出しています。もともとは小倉に石炭を運ぶためのトンネルです。日本でも有数のカルスト台地、平尾台です。ここでは扉は開きません。毎一両だけになります。目の前の山、現在夜頃に停車中ですが、目の前は平尾台です。小倉南区です。
倉南区の市街地が見えてきました。急遽予定変更、 C 公園駅で、ここは北九州モノレール菊ヶ丘駅に歩いて5分ぐらいしか離れていません。今まで乗っていたキア40系に別れを告げます。北彦山線は直に小倉に入るわけではありません。西小倉でしたかね、そちらの方に入って小倉駅まで行きます。一方、北九州モノレールは直に小倉駅に入れるからです。ご当地から生産します、はい、430円ですね、お釣りが、はい、はい、ありがとう。ここで降りたのは北九州モノレールの菊ヶ丘駅がすぐそばだからです。普通は北飛行山線で小倉まで行くんですけれども、歩いて5分もかかりませんので、意外と有名な YouTuber さんは C 公園駅からすぐ北九州モノレールに乗り換えて小倉というのが近いということをご存知ないよね。どの映画もあまり上げられていません。次回は北九州モノレールの全面展望をお送りします。今回の動画はここまでです。またお会いしましょう。